はい、こんにちは、116ウィンズです。先日マリナーズファンになった理由という動画を上げたと思うんですけれども、その動画の中で私がアメリカのリトルリーグにいたっていう話と、それからそのリトルリーグから現役のメジャーリーガーが誕生したという話をしたと思うんですけれども、今回ですね、それについてもう少し詳しく話していこうかなと思っております。で、そのメジャーリーガーなんですけれども、今ホワイトソックスに在籍しているジェイス・フライというピッチャーなんですね。左のリリーフ投手で、速球も90マイル後半ぐらいも出て、で三振も結構奪えるようなピッチャーなんですけれども、今メジャー3年目が終わったところということで、昨年はあまりいいシーズンではなかったんですけれども、18年とかは結構成績も良かったんで、今後ですね、ホワイトソックスのブルペンを支えていけるような存在に、もしかしたらなれるかもしれないぐらいのピッチャーなんですけれども、そのジェイス・フライと、一応同じリトルリーグに在籍していたんですね。ただ在籍していたとは言っても、彼とは実は面識はなくて、こう言ってしまうと、じゃあお前本当に同じリトルリーグだったのかって言われそうな気はするんですけれども、一応リトルリーグは同じでして、というのも、これはアメリカ独特なのか日本もそうなのかわからないんですけれども、うちのリトルリーグはリーグ内でリーグ戦をやるという方式をとっていたんですね。つまり同じリトルリーグとは言っても、そのリーグ内でリーグ戦をやる関係上、チームが分かれる可能性があったんですね。で、私は3年ほど、リトルリーグやっていたんですけれども、一度もそのジェイス・フライとチームが被ることはなかったので、彼と直接面識があるというわけではないんですね。ただ、ジェイス・フライという子は、もうあの地元で野球やっている子なら誰でも知っているぐらいの、有名人でして、それもそのはずで、野球がもう飛び抜けて上手かったんですね。お父さんがコーチだったんで、本人もものすごい練習していたとは思うんですけれども、ピッチングさせれば、本当に120キロくらい出ていたと思いますし、で、しかもリトルリーグのグラウンドっていうのは通常の野球場よりも狭く作られてますので、マウンドからホームベースがちょっと近いんですね。で、その距離で120キロとか投げてるわけですから、普通の子だったら全然打てるようなボールじゃないですし、でバッティングもやらせてみれば、実にアメリカらしい打順の決め方で、一番打てる子が一番最初に打ってたっぽいんですけど、彼一番バッターで、もうバッティングも全然我々とはレベルの違うようなバッティングしていましたし、なんなら普通に柵越えとか打てるぐらいの、レベルの子でしたので、本当に同い年なのかって疑ってしまうぐらいには、野球のすごい上手い子でしたね。そんなすごい子を見ながら、私はすごいなと思いながらも、特に努力はしない怠惰な人間だったんですけれども、確か一回だけジェイス・フライのチームとなんかで対戦して、で確か彼が一番バッターで、でその試合は確かジェイス・フライ投げてないんですけれども、打席立って、でうちのピッチャーがジェイス・フライをセカンドゴロに抑えたんですね。で私セカンドで、でジェイス・フライの打球取って、やったジェイス・フライ抑えたと思って、セカンドからファーストに投げようとしたら気が緩んだのか、大暴投してエラーになったっていう記憶だけはなぜかすごい強く残ってますね。そんなしょうもない話は置いといて、リーグのシーズンが終わった後に、今度ですね、各チームの上手い子を集めて、うちのリトルリーグ代表としていろいろな大会に出るんですね。いわゆるオールスターチームというやつなんですけれども、そこに当然ジェイス・フライはエースとして選ばれて、いろいろな大会に出ていったわけなんですけれども、近所の大会は当然のように優勝して、で、なんならうちの州の大会も優勝して、これで州の代表になったんですね。で、州の代表になるとどうなるかっていうと、今度ですね、近隣の州の同じように選ばれたリトルリーグの代表チームが集まって、また大会があるんですね。で、うちの州はあまり野球が強い州ではないので、で、しかもカリフォルニア州のように、気候も温暖で野球も盛んな地域の方が、当然ですね、強いっていう傾向がありますので、大体、そのうちのリトルの代表チームが、そこまで行けたとしても、その近隣の州が集まって出る大会で、大体負けちゃうんですけれども、この年は当然そのジェイス・フライという未来のメジャーリーガーがいたわけですから、近隣の州が集まった大会も優勝しちゃうんですよ。この結果何が得られたかっていうと、毎年夏にですね、ペンシルベニア州のウィリアムスポートという町でですね、リトルリーグワールドシリーズという大会が開催されてまして、文字通りですね、リトルリーグの世界大会が開かれてるんですけれども、そこの出場権を獲得したんですね。で、うちの州の代表チームがリトルリーグワールドシリーズに出場するのは、確かあの時点で40何年ぶりとかの快挙で、もう地元は大騒ぎですよね。もう地元のテレビ局も、もう地元紙も全部、もうリトルリーグ特集に切り替わってて、もう彼らっていうかその、うちのリトルの代表チームはもう英雄みたいな扱いになってたんですよ。
イメージとしては日本の甲子園なんかがまあ非常に近いと思ってまして、地元の高校が甲子園に進んだらやっぱり地元って大騒ぎするじゃないですか。まああんな感じだと思うんですけれども、まあそれがこう州単位で行われていったって感じですね。で、ワールドシリーズではアメリカ側とそれから世界の代表チームで分かれて始め試合するんですけれども、まずアメリカ側の方で、まあうちのリトルの代表の快進撃っていうのは止まらなくて、まあ特にジェイスフライが確か3試合で280何球とか投げるぐらいまあフル回転して、で、そのおかげもあってまあ決勝トーナメントも進んで、で、最後アメリカ側のその優勝を決める試合で負けちゃったんですけれども、結果的にアメリカ全体で2位のチームになったわけですから、まあ普通にすごいことですよね。で、今この動画を作るために、まあ当時の記事なんかもちょっと読み返してみたりしたんですけれども、やっぱりジェイスフライのパフォーマンスっていうのはまあ結構圧巻でしたし、で、相手チームの監督なんかも、まあ左ピッチャーで75マイルの速球と、まあ、50マイルのカーブを巧みに操れるピッチャーは、まあなかなかエリートなピッチャーだっていうふうに褒めてる記事もありましたので、まあやっぱり当時からやっぱすごかったのは事実なんだなって思いますし、まあ今こうしてメジャーリーガーになってるわけですから、まあやっぱりその実力っていうのは本物だったんだなって思いますね。今後もメジャーに残り続けるのは並大抵のことではないとは思うんですけれども、まあぜひですね、頑張ってほしいなと思いますね。まあということで、あんまりまとまりのない話にはなってしまったんですけれども、まあ要するに、現役メジャーリーガーの子供の頃はめちゃくちゃすごかったんだよって話になります。ぜひですね、メジャーリーグ中継、特にホワイトソックス戦を見る際には、あ、この子がジェイスフライかっていうことを注目して見てほしいなと思います。ということで、今回の動画ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。